純也、そう、坊主予定、わらわら坊主予定。はい、ということでね、今回私一人なんですけども、まあね、去年の夏皆さん覚えてますか？去年ね、僕夏以外も含めると2回ぐらいね、ダイエット企画ってものやってるんですよ。1個目がこちら。そうね、これあの、なんてベリーローカロリーダイエットっていう、なんかそう、とにかくカロリーを抑えて痩せようってやつで、もう1個がこちら。そう、これね、サプリメントね、あのサノチンが買ってくれた、なんだっけ、なんとかっていう名前のサプリメントを、まあ、飲んで痩せようっていうので、あ、1個目の方は割と痩せたんだけど、ね、もう1個の方、サプリメントの方はね、ちょっとね、ダメだったということで、今もこんな感じの体型やってるんですけども、今回、まあ、約1ヶ月間にわたってですね、ダイエット企画やっていきたいと思います。でね、まあ簡単なルールっていうか、とりあえずまず自分の中で決めてることがあって、一つはお菓子とジュースで、ジュースは、あの炭酸飲料とか、あのコーラとかミチャサイドとかっていう飲み物を禁止、あのカルピスとかでも、あの 100% のリンゴジュースとか、そういう 100% 系の果物のジュースだったら、飲んでも OK ってちょっと甘めなねルールを作りましたっていうのと、あともう一つが、1日にですね2リットル以上、水を必ず飲むっていうね、ルールです。で、もう一つ、3つ目が、いつものランニングコースみたいなのがあるんですよ。そこを、まあ、毎日ちゃんと走るっていうのをね、決めてやっていきたいと思います。で、だいたい8月って、1週、2週、3週、4週ぐらいまであるじゃないですか。そのうちのまず1週はとりあえずそれだけ、その今言った3つのルールを守ってやります。そんで、2週目からは、例えば去年ちょっとやったあのカロリーを抑えてやるダイエットやってみたりとか、いろいろこう混ぜながらやっていきたいと思います。ではね、早速ね、今の体重の方をね測っていきたいと思います。早速体重測っていきたいと思います。はい、79.2 キロです。ということでね、頑張ってこれからねやっていきたいと思います。ではやっていこう。そう、こんばんは、1日目です。いやね、これからね、ダイエット生活ということで66キロ目指して頑張りたいと思います。3日目です。走っていきます。ブレブレだよね、ごめんね。ゴールまで危険プイプイのプイ。ゴールです。今ですね、これですね、見えるかな、これ足つぼですね、足つぼをやってます。ではまた明日。5日目です。はい、今日も走っていきたいと思います。よろしくお願いします。5日目ゴール地点に着きました。やばい、超疲れるこれでね。今は、この前と一緒の足つぼやってます。じゃあまた明日会いましょう。バイバイ。6日目です。今日も走っていきたいと思います。頑張るぞ。お疲れ様です。行って、いや、6日目が終わりました。きついっす。今は恒例の足つぼです。とりあえずね、今日は終わったんで、また明日会いましょう。じゃあ、はい、ということで7日目かな。そう、7日目だ、7日目走っていきたいと思います。頑張るよ。はい、ということで6日目終わりました。7日目か。はい、まあね、明日はね、1週間の体重を測る日なので、そちらで会いましょう。バイ。お疲れ様です。いや、はい、いや、ね、昨日でね、ダイエット始めて1週間が経ちました。
どうですか、少し変わりましたか。まあ、変わってはないと思うんですけどね。でもまあ、なんだろう、すっごく大変。なんかまだ、正直食事制限もあんまりしてないし、なんか、まあ、ぶっちゃけ結構簡単なことなんですけど、やってるのは。でもきついんですよ、走ったりするのって。でもなんかね、走ってる中で最近なんかその走り終わった後の達成感みたいのがすごくて、なんか気持ちいいなって。でね、今日はさ、まあ、とりあえず1週間頑張ってのね、どんぐらい体重が減ったのかっていうのをね、まあ、見ていきたいと思います。では早速とりあえずね、体重見ていきたいと思います。78.4 ということでね、1週間頑張っての体重は 78.4kg でした。やばい、非常にやばい。あの 79.2 とかそんぐらいからスタートしてて、での 78.4 はマイナス 8kg。マイナス 0.8kg しかされてないんですよ。まあでもね、いや、とりあえず1週間やったじゃないですか、ダイエットを。まあ、で、ちょっと自分が分かったことがあって、あの、多分ここまでっていうか、あの、もう本当にデブになっちゃった人って、痩せるための一番の近道、もちろんあの運動をしながら大事だと思うんですよ、めちゃめちゃ。あの、まあ、筋トレしたりとか走ったりとかっていうのをしながら痩せるっていうのは、まあ、結構まあ大前提、それをやんなきゃいけないっていうのはあるんですけど、それよりも大事なのが食制限なんですよ、多分。っていうことには気づいて、去年やったベリーローカロリーダイエットの時は1週間でマイナス5キロしてるんですよ。だからぶっちゃけこっからもうベリーローカロリーダイエットあと3週間続ければ多分目標達成できちゃうんですけど、だからそれじゃ面白くないと。なので、まあ、とりあえずでも、ちょっと自分的にもピンチなので、次の1週間、食制限の方をね、重点的にやって、体重を落としていきたいと思います。ということでね、また1週間頑張るので、またぜひ、次のね、ダイエットの動画も見ていただけるとありがたいです。またね、あのコメント欄とか、あと、なんだろう、僕のインスタの DM とかでね、頑張れとか言ってもらえると非常に力になると思うので、よろしくお願いいたします。また、次の動画でお会いしましょう。